の腕なら大丈夫だ。あなたに戻るべきじゃないって言われたのに聞かなかった。危険だって知ってたのに。もうこんな状況になってるなんて誰も予想できなかった。そうじゃなくて、こうなったのは全部私のせいなの。あなたに何かあったら。心配するなって。俺は平気だな。リコ待って。サラ急げ。子供がいる。えねえ、あなたは大丈夫？ほら一緒に親を探しに行こう。早く行こう。アクション。ああ、大丈夫か？わからない。でも深くなさそう。いいか、これを当ててしっかり押さえてろ。走れるか？でも歩けそう。よし、十分だ。あと少しだから。国の奴らはどこ行った？きっとみんな避難したんだわ。ああ、きっとそうだな。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ？バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえ鍵だ。おい、手を貸せ。よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。よし、ここで休もう。おい、ゆっくりな。あの子はなんだか妹に似てたの。小さい頃はよく一緒にかくれんぼをしてた。妹はね、いつも上着であんな風に頭隠すの。あの傷はかなり深いぞ。熱が出始めてる。ありゃ、まずいな。ここを出よう。あっちはダメだ。こっちだ。ああ、さあ、動けるか。うん、ああ、いいぞ、先に行け。早く出てけ。お前がつまを奪った。よし、そこに座れ。そうだったな。どうする？ああ、そうだな。奴の注意を引け。俺は後ろから回り込む。分かった。気にすんな、行け。いいから行けって。お前が殺したんだ。なあ、おい、ちょっと待てよ。見ろ、武器はない。出てけ。落ち着いて聞いてくれ。怪我した嫁をここの屋上に連れて行きたいだけだ。お前が殺した。上でヘリが待ってる。俺の妻をだから。この人悲しみ。いや違う、それは俺じゃない。聞いてくれ。俺たちはその人に何もしてないんだ。何もしてない。この人悲しみ。お前が殺せ。殺せたんだ。お前が悪い。助けてくれ、怪我をしてる。彼女どうしたんだ？あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ、聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい、手伝ってくれ。ほら、安心しろ。大丈夫だからな。捕まって。すぐ戻ってくる。よし、ブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ。
あと二人しか乗れねえんだろ。ほら、さらっと行け。心配すんな。こんな傷へでもねえよ。な。そうだな。行き先は？何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。あのさ、道を教えてもらえないかな。何、迷ってるの？そう、オールドベルナップって道探してるんだけど、なかなか見つからなくて。からかってるんでしょ。いや。何？何なの？ねえ。最高。信じられない。ほんともう最高で、道のことだけど。悪いんだけど、そのベルノック、ベルナック、ベルニー、ベルナップ、ベルナップ、そう、それ本当に悪いけど私もわからないわ、ごめん、うん、ダメか。ダメね。そうか、まあありがとな。ちょっと、乗せてやろうか。ええ、お願い。もう聞いてくれないかと思った。私はサラ。ビーコンだ。あ、手汚しちゃってごめん。これどうやって、その、だって普通にまた上がればいいさ。わかった、こう、オッケー。いいわよ。ちょっとしっかり捕まってろ。どうもありがとう。気にするな。この辺りって何もないから助かった。そんなことはない。すぐ先にはクレイジーウィリーだってあるし。それに、でも携帯の電波すら入らないし。まあな。うん、だから、その、それでこんなところで一体何をしてるんだ。本当、何をしてるんだかね。研究をしてるの。いろいろね、そりゃ随分適当な説明だな。ごめんなさい。植物関係よ。植物関係？え？ねえ、待って、危ない。よかった、電波が届いてる。もしもし、大丈夫。
でもあの車とんだポンコツね。エンストした。今そうね、ここどこだろう。42号線。2キロぐらい行ったところ。じゃあ車で待ってる。なあ、車のところまで戻るんだろ。送るよ。どうしよう。まあ、さっきの奴らが戻ってきたら喜んで乗せてくれるだ。それは絶対や。ちょっと待って、今乗るから。急がないと奴らが。もう分かったから行きましょう。でも今度は安全運転でね。Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all